アリンコアフターダークは荒木一郎による日本の小説。1984年4月、川出書房より発売。2014年10月12日、初の文庫版が小学館文庫より発売された。文庫版の想定は和田誠が担当。東京オリンピックを間近に控えた1960年代前半の東京を主な舞台としてモダンジャズに傾倒する主人公。を、 僕の青春が一人称で綴られる。タイトルは、ベニー・ゴルソンのファイブスポットアフターダークをもじったもの。アリンことは、当時渋谷の百軒店に実在した、モダンジャズ喫茶の名前である。この他、オスカー、デュエット、新宿の渚キーヨなど、当時実在した店が実名で登場する。作中の年代や、登場人物の年齢について、 具体的に言及される場面は少ないが、東京オリンピックが開催される年の1月に、僕は20歳の誕生日を迎えている。第1章は、僕が高校3年生の11月なので1961年、時系列的には最後の出来事である序章は、第1章からちょうど4年後なので1965年11月である。高校3年生の秋、僕は、 学校のクラブで一緒にバンドをやっているアサイとモダン、ジャズ喫茶、アリンコで待ち合わせることになった。アサイは大学に行かず、モダンジャズのバンドで食っていこうと考え、僕にメンバーを探してほしいという。同じ気持ちだった。僕は、メンバー探しを始め、また、アリンコを中心として、渋谷のモダンジャズ喫茶に出入りするようになっていった。1962年、僕は、 免許を取って中古の車を買った。バンドも活動を始め、一方でダイヤモンド密輸の話やハイミナール、ヤクザとのトラブル、オカマとの付き合い、ナンパ、と様々なことを経験していく。1963年の夏、ベースの一毛と僕の間に気持ちのすれ違いが生じ始める。9月にピアノのみすずが脱退を申し出、一毛も顔を見せなくなっていった。 二ヶ月後、芸大の芸術祭での演奏を最後に、僕はバンドの解散を決意する。一方で、同級生の和田健が、ハイミナール中毒の僕との付き合いを親に知られたことが原因で、東京を離れなければならなくなり、京都に旅立っていった。僕は和田健との再会を考えて、京都に向かうが、具体的な根拠もないのに行っても会えるはずがなく、東京に戻ることになった。 1966年1月、20歳になった、僕は高校時代からの音楽仲間だった、伊藤京子が妊娠していることを知る。京子は子供を降ろすことになり、僕は京子と離れることにした。その夜、ウイスキーと一緒にハイミナールを飲んだ、僕は衝動的に運転を始め、事故を起こしてしまう。僕はハイミナールを断つことを決意し、入院した。 しかし翌日、僕は病院内の環境に耐えられず、またその日の夜に約束があったことを思い出し、院長に直談判して退院を要求する。院長は僕の意師の強さに押され、一週間の外出禁止を条件に退院を認めた。その帰り道、僕は渋谷に立ち寄って約束を果たすのだった。それから一週間、院長との約束を守って外出しなかった。 僕は、ハイミナールの禁断症状もなく回復したものの、新しい目的を見出せずにいた。3ヶ月後、なんとなく、アリンコに向かった、僕だったが、3ヶ月の間に、客の顔ぶれは、すっかり変わっていた。僕はその場の雰囲気に耐えきれず、店を出てしまう。外を歩いていると、アサイが、僕の前に現れた。未だハイミナールをやめていない、アサイの姿に、 以前の自分を重ねてみた、僕はアサイを殴ってでもハイミナールをやめさせようとするが、自分が警官に取り押さえられてしまう。そして、アサイは僕の前から走り去っていった。1965年11月、久しぶりに渋谷に向かった僕は、かつてアリンコの常連だったサカイと再会し、アリンコのママが亡くなったことを聞かされる。サカイにアリンコに誘われた僕だったが、 ママを失ったアリンコを見ることを拒み、酒井と別れるのだった。アルバム、ブルース・エットに収録。前日のように1964年1月に20歳の誕生日を迎えていることからわかる。ありがとうございます。